はい、今日はね、つくばラジコンアリーナのスピードキングツアーに来ております。で、今日の取材は、はい、九州から来た森選手、よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、ちょうど今スピーキングがね、終わったところで話を聞いてるんですが、はい、まあ、今日はちょっとあの X-ray の、そうですね、新車2023ですね、はい、X-ray X4-2023 ですね、はいはい、最近出てね、ちょっと値段がすごいと話題になった。そうですね、マシンをね、まあ、せっかくなんでちょっと見せてもらおうかなと思って、はい、ぜひ。もうこれシェイクダウンして2週間ぐらいですね、下ろしていった手なんですね、はい、そうですね。はい、まあ、森井選手はね、九州からなんでね、はい、福岡から、こっちも飛行機まで、そうです、飛行機で指定で、はい、まあ、まあ、でも全今年の全日本でね、そうですね、そうです、スポーツクラスで A メインに残って、はい、で、で、まあ、ちょっと今回はいろいろリズムが噛み合わずに、そうですね、やっぱ新型になって、まあ、ダンパーが変わったりとか、まあ、アルミシャーシっていうのも正直今回初で、あ、はいはいはい、まあ、なかなか九州とはちょっと、そうですね、この今回のね、そうですね、あのチクパーがだいぶ感じが変わったということ で、ね、まあ、それはまあこれからだね、セッティングに関しては、ね、まあ、一応今回は、まあ、この2023の、まあ、データ取りっていうのも含めてだったので、あ、はいはいはい、まあ、正直結果っていうよりもこの車の方向性っていうのをちょっと知りたいなっていうのがメインだったので、あ、はい、じゃあ、ですね、まあ、この2023、はい、まあ、元の2021からすると、はい、そんなに基本的には変わってないよね。そうですね、2022からも一番変わったのはもうダンパーですね。そうですね、まあまあ、これじゃあざっくり、はい、X-ray 見ていくと、はい、まあ、あの最近入りの上下 A アームで、そうですね、この樹脂とカーボンのハイブリッドのサスアームを、ね、コンポジット上下にコンポジット使ってる、はい、上下 A アームのツーリングカーですね、はい、で、まあ、前の T4 からは随分ガラッと変わって、そうですね、ね、かなり、まあ、ミッドで A アームという最近のトレンドに沿った仕様になってますと、はい、で、今回大きく2023で変わったところ、はい、まあ、一番はダンパーですね、ダンパーですね、ショートダンパーになって、これがめっちゃ短いよね。そうですね、3ミリ短くなって、はい、これがもうこの高さなんでね、そうですね、スプリングも3ミリ短くなって、スプリングも専用なんですよね、これ。そうです、専用ですね。ただ今、うん、今動画のこの車は、はい、あのヨコモさんの 1.9 の 2.2 っていう、ギリギリつくんだこの長さは、そうなんですよ、やばい分車重、あの車高が落ちるのでギリギリこのバネは使えます。あ、 X-ray の純正はもうちょっと短いね。短いです、リアが X-ray なので、はい、かなり後ろのバネを見てみましょうか、はい、かなり変わります。3ミリ変わります。うわ、めっちゃ短いねこれ、はい、3ミリ変わります。まあ、今回はこれシリンダーも違うしキャップも違うんだ、トップのあたりもだいぶ違うんだね。そうですね、短っ。じゃあ、まあ当然これストロークもちょっと減ってるんですね、いや、ストローク量自体は以前と同じ9ミリで、だいたい 8.5 から9ミリぐらいで僕は使ってます。はい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 、なので、まあ、ストローク不足になったりとか、まあ、一応オイル容量も同じみたいなのでオイル不足になったりとか、まあ、そういったのは今のところないかなっていう。ここまでじゃないんですね、はい、じゃあ、まあ、ダンパーステートが低くなって、はい、ダンパーが短くなったそうです、ね、っていうのがまあ一番大きな変更 であとはなんかすごく細かいところが強度アップされてるって感じですか。そうですね、バルクヘッド、アッパーバルクから下のメインのバルクから、はい、まあ、あと細かいところ言うとステアリングプレートですね、あ、はいはいはい、が、まあ、形状が変わったりして、はい、強化されたっていうのと、はい、まあ、ちょっとこう言っちゃあれだけど2022で結構初期の頃みんなひまげてたところが、ね、まあ、改善されて強化されたということで、ね、まあ、ある意味完成形がようやく出てきたという、ようやくですね。あとやっぱり一番は、まあ、よく皆さんこう X4 使ってる方言われてたのが、はい、この部分のボールのビスの部分がサスアームに当たってサスアームがダメになるっていうのを結構よく聞いてたんですよ。それがもう今回はサラビスが使えるようになって、もう飛び出てないので、あ、これがカード当てた時にサスアーム
もぐ感じになるんだね。そうですね。あ、でここが皿になってるから当たらなくなったよと。そうですね。はあ、じゃあまあ前よりも本当に壊れにくいっていう。あ、まあ、あのユーザーの皆さんの、そうですね、あの声がね、苦情じゃなくて、はい、苦情は言い過ぎだな。そうですね。ユーザーの声が届いて壊れやすいところが改善されていますよと。はい。そうか、まあ、ちょっと値段は高いけど、そういう意味ではそうです、ね、ここからあまり買い足さなくても大丈夫って感じで。そうですね。やっぱ最初はもうあのベアリングタイプのダブルカルダンとかが、まあ、今回今ちょっと RC ミッションさんのショートタイプをつけてるんですけども、はいはいはい、まあ、あの原さんがやってるところですね。そうですね。最初はボールベアリングのついてるダブルカルダンがもともと入ってるので、はい、かなり値段からすればお買い得なんじゃないかなって僕は。あ、はい、そういうことね。まあ、これはあのセッティングの範疇で RC ミッションのアクセルとかを使ってるよってことですね。はい、一応ボールベアリングのタイプと、まあ、2つテストして、はい、まあ、全日本の時もボールベアリングのやつ使ってたんですけども、はい、ミッションさんの使った方が車がすごい軽く動くので、はい、まあ、この辺はセッティングで本当にやってみてどっちがいいか選んでっていう感じ で、 そうですね。一応今回もボールベアリングのタイプも使ってみて、はい、まあ、結局ミッションさんの方がまあすごい動きも軽くて引っかかりも少なくてハイサイド防止にもなったので、まあ、今回ちょっとミッションさんのショートタイプをつけてます。まあ、車はそんな感じですかね。そうですね。まあ、まあ今回はハイグリップのカーペットで、まあそうですね、アルミシャーシでということ。アルミシャーシでね。はい、アルミシャーシで。はい。この辺はミッションさんのやつですか。これはですね、僕が通ってる中村模型さんに作ってもらいました。はいはい、これ中村模型さんオリジナルパーツなんだ。まあ、販売はしてないんですけども、はい、まあ、ちょっと今回全日本でもちょっとダブルファンにしたいということで、ステーからいろいろ作っていただきました。まあ、まあそうか、あの地元の中村模型、はい、K スタジアムさんね。 K スタジアムです。あそこでいろいろやってくれてるってことですね。はい、はーい。メーカーはこれ KO。 KO ですね。あ、そうか、メーカーは KO 使いですね。はい、でモーターアンプは、トリオンさんです。あ、トリオンね。はい、はい、あ、まあ、バッテリーもトリオン、パワーソースはトリオンでやってる、ね、そうですね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあまあちょっとまあ、新車出たばっかなん で、 そうですね、これからちょっと熟成を重ねてということ で、 で、ね、はい、また再来週カズキカップがあるので。ああ、袖下。はい、袖下にも。九州ですよね。九州です。袖下千葉でしたよね。そうですね。元気だね。そうですね、今年ちょっと来すぎなぐらい来てます ね、 ね、はい、そか。まあまあでも袖下はあの全日本のいい思い出があるから、ね、そうですね、メインで頑張ってまた X-ray でファイナル残れるように頑張りたいと思います。はい、じゃあちょっとまあ来年のスピードキングツアーもね。そうですね、はい、積極的に参加して X-ray ユーザーさんが増えてくれればなと。そうですね、まあ、あの値段は高いけどオプションとか装備見たらまあお買い得と思います、ね、はい、さらに壊れにくくなったので。あ、そこはでかいよね。はい、はい、まあ、ちょっとあの X-ray が壊れやすいっていうネガな意見でちょっと敬遠してた人にはもう今の23なら大丈夫と割と大丈夫だっていう感じで、ね、はい、今のところ壊れたりは全くないので。はい、ありがとうございました。はい、じゃあちょっと今後もこの23での活躍期待しますので、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ今日はスピキンに来てた森選手にお話聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた来年よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。